おおおおおおお、めっちゃいい。子供たちもなんか海を堪能してます。初めて来た。ほんでもここにっていうか、なんか絵があるけど、なんか玉ねぎの匂いせんするだ。え、あそこの上になんかあったよ。あそこ、あれなんだ。さて今からどこ行こう。どこ行こう。え？淡路島にやってまいりました。淡路島のね、ちょっとグルメをね家族で楽しもうと思ってね、淡路島の方にやってまいりました。それでね、まだね何を食べるかは全く決めてないんですけどね、今からちょっとネット検索して何か美味しいものをね食べに行きたいと思います。まあ今日はねそのような動画です。とりあえずジムニーちゃん乗ってね、家族で楽しんでます。とりあえずここ行こう。あんなかし目的地までおよそ2キロメートルです。でここ行ってダメやったらちゃうところ行く。1410円です。ここ出るの？淡路島出口やな。なんかいっぱいあるよ。渦の町テラス。ここなん、何やったっけ。ナルト大橋記念館やってまいりました。渦の丘、お、玉ねぎあるで。え、うわなんかすんげえ。これじゃん、さっきあった玉ねぎ。すんごいええよここ。けどめっちゃ熱。あれ潮が引いとったら歩いて渡れるんじゃ、あそこの島。こんな感じやな。今ジムにだったら行くやからんぞ、あそこ。え、熱。すげえ。気持ちいい。
ここめっちゃ奇跡っていうか、わしあれ乗りたいんやけど、あれこれか、多分言えやん。うおお怖っ。うおおおおおお、めっちゃええよこれ。めっちゃええよこれ。お前乗ってみろ。いや乗ってみる、めっちゃ気持ちいいけんこれ。え、めっちゃ気持ちいいわ。ガキいた。いや俺足上げてめっちゃ気持ちいいけん。めっちゃ気持ちいいだろ。めっちゃ気持ちいいよ。これ遊具ではありませんって。はい、玉ねぎのオブジェのところにやってまいりました。玉ねぎ恥ずかしい。帰ろう。はーい、 YouTuber のまねでしょ。すごい思い出のいや玉ねぎ。うずしよ。あら、あら、あら、大丈夫ですか。え、今日はどこ行きたんですか。え、今日はどこ行きたんですか。今日どこ行きたんですか。淡路島はね、こういう確かね、河原のね産地。めっちゃ涼しいな。ここ気持ちいい。見せたよ。さっき入っとったよ。え？ここ渦ぐるるるってこう舞いながら、これ渦の中。渦の中。いや目回ってきた。渦の中。ほんでこれでおしまい。何？ハサミもいらない、道具もいらない、紙、そう、折り紙みたいな、立体、これちゃん立体折り紙。すごどこ出た。食べるとこない。玉ねぎや、ここ違うわ。一応ポテトがあるキッズメニューにしよう。これ最高のロケーション。淡路といえば玉ねぎ。普通淡路といえばタコと玉ねぎ。火を振った方が美味しい。
これ、満腹です。まあ味はそこそこそんな感じです。またね、今日はねグルメツアーということで、次はねハンバーガー行くそうです。ここよ、はい、取れ、取った、それは聞いてみる話してるよ。一頭、はい、お願いします。4頭って、あ、目がちゃうわ、目がちゃうよ、この目がやん。誰がいるの？はい、あれです。なんと4頭一緒かよ。やめがちゃう。これ当たるん？あ、はい、ただしてるんで、はい。あの、実はね、さっきね、ここ食べたんですけどね、あの、私はね、世界遺産カレーを注文したのに、タコ、そして、あれ何？牛カツ丼のね、おかずほとんど食べて、ほんで今からね、まだハンバーガー食べに行くって無理でしょ、これ。てなわけでね、今日はグルメツアーまだ行きます。ハンバーガー行けるかな。まあちょっとね、とりあえずここでもハンバーガー食べれるんですけどね、ちょっと場所を変えて、まあ気持ちをリフレッシュしてからね食べに行きます。これめちゃくちゃ並んど、なんかめちゃくちゃええ時に来た気分。やばこれ、駐車場もはめれんような状態今。やばし、いや、ほんでバスまで来よう、タイミング良かったやな、これこれ無理よ今、適当に走ってきたら、ごっつい塩の香りめちゃくちゃいい。で、あの橋何かなと思って来たんやけど、上がれないという。なんかすごいよ、ここでなんかこう釣り糸でも垂らしたらもうめっちゃ気持ちいいような感じ。すっげえこれめっちゃいい、めっちゃいい、ここほんま気持ちいい。全然違うところに来ました。今からね、もう一度ハンバーガー、さっきのところもあったんですよハンバーガー、けどね違うところに行くという。行きます。どうしたん、急に張り切ってきたさだ。結構自然好きみたい。あの、お父ちゃんと自然どっちが好き？自然かな。お父ちゃんだそうです。違うし。違うしやってね、これ照れ隠しです、本気ですって。なんか子供たちもなんか海を堪能してます。あそこにある鳥おる、鳥、うん、あれ岩の上、なんかめっちゃなんかこうのんびりした時間流れよな今日。なんだろうこれ、はい、
これ淡路島満喫の旅やね今日。これ多分観光ガイドとかは何も載ってないと思うんですけど、ええよなかなか本当に。ジム兄ちゃん、今度こそはねハンバーガー行きます。はい到着。あのね場所が変わってました。なんかご時世でね、渦町テラスっていうところにね今なんか仮で営業してるみたいで、ここのロケーション最高。すごいここ。こんな感じ。すごいよこれ。ちょっとなんかね、みんな食べるもん買うみたいな、さっき買いまーす。はい、ありがとう。ごっつい濃厚。うん？めっちゃいい。はい、今日はね、あんまり映ってなかったけど、いっぱいね、食べました。それでね。もう腹パンパン、息子たちもね昼ご飯食べてからねまだハンバーガー食べるって言ってたんですけどね、ちょっと限界みたいでした。はい、今日はねもうこれにて終了。今からね、帰って我が家の愛犬ワンちゃんとね遊びたいと思います。まあそんな感じでね、今日はねおっちゃんがね、ブラブラ淡路島をブラブラするという動画でした。これね淡路島はね今回ね南なんですよ。ほんと鳴門から渡ってすぐの南のところをちょっとうろうろしたんですけどね、ここ南だけでもね食べるところとかいろいろあって、楽しかったかなと。それでこれからね淡路島の中の方とか東の方西の方もういっぱい淡路島ね最近できてるんですよ。これをね折々にね、制覇していきたいと思います。今日ねちょっとね撮影っていうより、まあ、子供とね、のんびりしてたので撮影がところどころになりましたけどね、もしよかったらねいいねご評価お願いします。それとねまたチャンネル登録してね、次の動画でお会いできればめちゃくちゃ嬉しいです。皆さんもね良い一日をねお過ごしください。ではこれにて終了。さようなら。うーす。